週末の天気を予報センター山口さんとお伝えしていきます。さあまずは明日23日土曜日ですね、はい、雨が降るところがありますか。そうなんですよ、はい、明日はですね気圧配置冬型気圧配置となります。太平洋側で今降っている雨ですね、これは明日の朝までにはもう収まっているんですけれども、はい、日中帯は日本海側を中心に、雨が降りそうです。特に降りやすいのはこの北陸から東北の日本海側ですね、山陰などでもところどころで、日中雨が降るんですけれども、はい、太平洋側の方は広く天気回復とこういう流れになりそうです。はい、さあではアイコンで確認をしていきましょう。はい、週末明日はですね、はい、例えば秋田ですとかあと金沢もね曇りの中にこれ雨の可能性含まれています、はい、まあ、福岡はおおむね朝のうちまでを中心とした雨といったところですね。で広くですね太平洋側は明日も晴れるんですが日本海側も含めて、はい、日曜日になりますとですね天気広く回復という感じですね、はい、まあ、秋田ですとか札幌もよく晴れるというふうに見ておりまして、まあ、この週末2日間で行くと日曜日の方が、まあ、全体的には、まあ、穏やかな天気ということになりそうです。はい、体感も過ごしやすくなりそうですか。そうなんですよ、明日はですねまだねこの気温、まあ、20度とかまで上がるんですけれども、はい、風がちょっと強い分体感温度少し落ちるかもしれません、はい、ただこの日曜日になると今度は風も弱まってきますので、まあ、この数字通りの暖かさ過ごしやすさというところが多くなりそうです。はい、週末の天気をお伝えしていきました。最新の気象情報はウェザーニューススマートフォンのアプリからご確認ください。